朝のね、貴重な朝まずめの時間にあえて心のケアから始めていきたいと思います。人生も釣りも心がすさんだらうまくいかないですからね。まずは心のケア。皆さんお分かりですかね。エッフェル塔張りにそびえ立つプルンプルンちゃん、おなじみのパワーイソメですね。それではやっていきたいと思います。まったりしたトーンで、静かなトーンで、今のこの朝の海に似合うトーンでね、実況していきたいと思います。まずエギングの前に心のケア、心を整えようっていうことでね、この余裕が生み出す効果、ぜひねこの後の超過にねつながるところをねお見せしたいと思います。うん、ケアが役に立ってますね。ケア、心のケア。こういう時も焦らずねやるのが大事ですよ。心を無にして願かってるしもりに問いかけるんです。しもりさんと朝まずめの時間だよって、ジグヘッド返して。大抵のしもりさんはね返してくれるんですよね。頑固なねあのしもりさんも仲間がいるって、そういう時はやっぱりね語り続けないと届かないですからね、思いっきりは。返してくれましたよ、下地さん。いいよ、朝だからいいよって。雨がひどい。乱れる、心が乱れる。乱れさせないで、乱れにならないで。それではね、カウンセリングフィッシングっていうことで、はい、プルンプルンちゃん、カウンセリングをしていきたいと思います。当たってますよね、当たってるんですよ。なんだろう、広大な海のね磯際に潜む根魚ちゃんたちとね戯れる時間こそが癒しの時間ということですよ。皆さん来ましたね。来たよ。これはゴリ巻きしないとね、霜りがあるんで。完全に目に入られました。出てきて。皆さんおはようございます。やってまいりました、メンタルケアフィッシング、朝の6時半でございます。皆さんおなじみのプルンプルンちゃん、はい、これをね投入していきたいと思います。まずはねメンタルケアから始めていきたいと。わ、すごい、すごい、すごいっすよ。なんだろうこの匂い、匂いが。朝のこの貴重なね朝まずめの時間帯にメンタルから整えていこうという、あ、当たりましたね。当たりましたね、来ましたね。早かったっすね。両肩の両肩の赤子ちゃんでしたよ、皆さん。これでかいでしょう。今もしかして、はい、メンタルフィッシング受信中ですかね。ですね。です。海の偉大さを感じて。そういうことですよね。ちょっとメンタル上げてって、そういうことですよね。エギングに落としていこうかな。はいはい、間違いないです、はい。とりあえずメンタルの方、メンタルの方ケアしていきましょう。はい、よろしくお願いします。あ、もうメンタリストです。